った KDDI とか NTT とかって、台風期上がりやすいですよ。レッドゾーンが一応5338から5312に存在しているので、ここまで上がるようならば、一部利益を吐き出している。日経平均 PR17.5 倍の理論株価まで上がった段階で、日経平均がまた頭ピッて下がってこないかどうかってことを警戒してみなくちゃいけないから、だから次4万2000円で、C 国を身の方に検出するのは、GDP の成長率で、アメリカは不規則だったんで、それを潰したいんですよ。繰り返してきてることなんで、そこに関しては。はい、皆さん、こんばんは。8月の23日夜の10時ですね。ライブやりましょうか。まあ、パウエルさん発言控えて、あと、数時間後に出てくるのかな。で、マーケットがここで円高加速なるかどうかっていうところなので、まあ、とりあえずね、日本株動くぞというところで、ライブ配信やっていきたいと思いますと。まあ、一応ね、上がってきてくれてるんでね、ここまではね、予定通りだよね。あとは、ここからさらにどれだけ上がってくるかどうか。音声が違う。うん。これどう？音声違った？これでいいんじゃない？どうですか？治った？オッケー、オッケー。なんかね、マイク付け忘れとった。多分カメラのマイクかな？響いてるって。うん、いい感じです。オッケー、オッケー。やっていきましょう、ライブ配信。それじゃあ、仕切り直しですね。皆さん、改めまして、こんばんは。こんばんは。はい。治ったってよかった。音いつも通りいい感じって、オッケーです。響いてたんか。ごめんなさいね。もしかすると PC 内蔵のやつだったかもしれへん。うん。まあ、とりあえず予定通り上がってきてくれてるので、日経平均に関してはですね。まあ、今日含み益も僕も増えてるので、マシマシですわ。はい。まあ、今日お昼のライブ配信やってたんだけど、TikTok の方でね。動画も公開したよ。試しに。はい。うん。まあ、とりあえず、平行ライン、密集ラインまでは来てるからね。ここあたりの、まあ、密集してると思うんだけど、移動平均線が。で、パウエルさんの発言が、あと数時間後に出てくる、1時間後ぐらいなのかな。なんか23時ぐらいなんだっけ？パウエルさんのやつが。ちょっとそこあたりあれなんだけど、で、ドル円が今146円の前半かな？で、ちょっと動いてるような形。ここがどう動いてくるかだよね。ただ、ビックス指数は若干低下ね。さっき17超えてたんだけど、今 16.85 に、低下してるっていうところで、少しだけヘッジが外れてるような形かな。キミさん3万8000円を天井と見込んだ売り算が、増えてきてるみたいですね。しかし日経はじりじり上がり続ける展開。これは上行くかも。今夜無風を期待ですね。って、そうですね。今夜、まあ、どうなんだろうね。うん。だいぶその、中身のところも、もう事前に出回ってると思うので、予想されてる通りの発言等が出てくるんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、大体マーケットがね。で、軌道としてはもう変わんないっすね。まあ、ここ2番適当に書いてるけど、まあ、どうなるかわかんないけど、まあ、なんだ？9月の配当取りぐらいまでは強い相場がなんとか維持してくれてほしいなっていうふうに思ってる。で、配当落ち後ちょっとなんかその弱気な動きにならないかどうかっていうのを警戒しつつ、年末に向かってポジション取っていく。残り数ヶ月だからね、今年もね。はい、慎重に慎重にやっていきたいですよね。特に今回大暴落あったんで。はい。マンチカン猫さん、ドルは今レンジだからどっちに行くかですね。そうですね。パウエルさんの発言、まあ、アメリカのとはアメリカの雇用統計とかね、一応その、いろんな人たちが発言はしてるじゃないですか、連銀総裁とかも。うん。もうちょっと様子見たいっていう人もいるし、データを見たいっていうのもね。はい。なので、来月の、まあ、ギリギリまで、アメリカの雇用統計であったりとか、CPI であったりとか、そこを見てんだよね。うん。パパパさん。13時過ぎの TikTok 拝聴しましたってありがとうございます。うん。今1000人ぐらい、1000人いかないぐらいか、TikTok のフォロワーが。うん。昼ライブとかそっちの方でしてこうかとか、日本株の速報とか、今日流してるんですよね。実はね、X の方でツイートしてますけど、それに関しては。おもろかったよね。あっちの方でライブするのも。はい。今934人だって。まあ、作ったばっかしたからね。何？ JFE？ ほんまに分析しなかったっけ？なんか状況変わってんの？ 2100 円で、3000株持ってます。分析お願いします。2000、まあ、来月配当月ですからね。配当取りだからね。とりあえず今晩の状況次第。もうそもそものところ、2100円、ここで入ったと思うんですけど、ここなのかな？ここそれとももっと前。ここで入ってるんやったら、そもそものところを注意しなくちゃいけないところがあるんですよ。今回の急落抜きにね、して、注意しなくちゃいけないことがいくつかあるんですけど、なんでしょっていうとこですね。はい、皆さん、チャットの方に回答ください。今回のその大暴落あったじゃないですか。それを度外視して、チャート的に注意しなくちゃいけない点が、要は買ったところであると。はい。今回の暴落抜きにしてよ。まず考え方の問題。そこで、僕だったら、もうちょっと見るってところで買ってるんですよ。バンドーク。まあ、バンドークでもあるけどね。違うよ。もっとわかりやすいよ。断続的なデッドクロス形成だよ。はい。ここです。
これ25日50日75日移動平均線の断続的なデッドクロス形成が入ってるんでしょ、連続したね、要はその200日移動平均線がピンクなんだけど、ここが連続してどんどんどんってあのデッドクロス形成が入ってくると、その後って悪いことが起こりやすいんですよ、そもそものところがね、うん、で今100日移動平均線と200日移動平均線だから、この黄色のラインとピンクのラインがデッドクロス組んでるんだけども、あの基本的にその断続的なものが目先見えてきてる段階においては、あの悪いことが起こりやすいっていうのがやっぱし分かってるから、安易に手出さないんですよね。急落は3日までっていうところは、やっぱしあの心がけるべきだったんじゃないかなっていうところがまず1点。すぐにあのその2100円のところでちょっと下がトントン下がった時にあの手出すんじゃなくて、もう急落は3日までと断続的なデッドクロス形成が200日とその日にもうほぼほぼあの同時期に入ってるってところを考えるならば、あの急落は3日までっていうところをあの意識するべきなんですよ。急落は3日まで、3日目4日目に自立反発が入りやすいよねっていうところで、要はその1日2日3日でしょ、まあ、ここ1位、2位、3位かもしれないけど、あの、3日目、4日目に自立反発が入ってるじゃないですか。なので、あの、その考え方に持っていけてるかどうかで、2100円で買ったのか、もしくはもうちょっと待って、もっと安いところで買えてるのかってところが、分かれるんですよね。うん、あの、今回の暴落抜きにしてもよ。あの、同じこと。はい。あの、何か悪材料が出て、トーン下がりました。断続的なデッドクロス形成が上の方で見えてる、同時期にね。それならば、急落は3日待て、2、3日様子見ようねっていう風に持っていけてたならば、おそらく今後にさらに繋がるんじゃないかなというふうには思います。まずそこがポイントだよね。で、そこから一旦バンド終了後の動きでボリンジャーバンドの中央線25日ラインまで戻しましたってところなんですけど、来月配当月だからね。ホワイト銘柄上がってほしいよね。今日はまだ加熱のラインまで行ってないんで、もうちょっと様子見ようよ。9月配当月だし。ね。うん。で、戻った段階でどうするかだよね。あの、配当落ち物の下落がやっぱしあるから、もし、なんていうかな、配当取りに向かって2100円はトントンぐらいでしたっていうことならば、一旦あの、配当取らずに売ってた方がいいかもしれないね。で、配当落ち物安いところでまた買い向かうとか、うん。あの、いろいろとやっぱし考えられることはあると思うんですけど、いや、あの、はっきり言ってね、今パウエルさんの発言がもう飛んでくるから、そこからなんだよね。うん。はい。上がってほしいよね。あ、でも僕、高配当銘柄をやってるのは、皆さんに言うてる通りなんで、9月に向かって、底堅い動きをするんじゃないかなっていう予想のもとやってはいるけどね。うん。まあ、2100円で買った段階で、ちょっとしんどいな。今の気楽しんどかったなっていうことならば、1000株なり、1500株半分なり売っておけばいいんじゃないですか。うん。配当落ち前ぐらいに。で、配当落ち後に安くなったらまた何後だったら買い戻すであったりとか、いろいろとやり方あると思います。はい。とりあえず目先のイベント通過次第だよね。うん、2100円で買ってるんやったら、とりあえずそこは今回は持って帰ろう。目先の動きは、まだなんとも言えへんので、もうちょっと見とこうか、ぐらい、しかやっぱ言い切れへんっていうところかな。で、あとその需給的な要因とかも見るんだけども、もうアンケートもせなあかんね。5411、PR6.0 倍、PBR0.49 倍、配当利回り 5.62%、信用改ざんは、減ってるところが増えてるからね。ということは、戻り売りが出やすいっていうところで、こういったラインで 61.8% 戻してない。まあ、ここ2146円とかちょっと意識しなくちゃいけないよね。この2ブロックか。っていうところかな。はい、戻り売りちょっと出やすいよ。上値重たいとは思う。まだまだ。うん。最近強いよね、本当にね。うん、5番上がってきてくれてありがとうって感じで今日見てましたけど、まあ、なんでなのかっていうところに関しては、今日速報、日本株速報みたいな感じで動画を TikTok の方で出してるので、よかったら見とってください。明日も動画公開するけどね、明日の14時に皆さん動画公開するので、必ず見とってくださいね。はい。半導体株が上がればすぐに3万9000超えそうって。そうだね。でも超えるのは多分 NVIDIA の決算見てからだよ。半導体株上がってるけど、上値重たいじゃないですか。やっぱそこ見てからじゃないと、今、マーケット強いのは内需株だからね。小売であ、食料品であったりとか、医薬品であったりとか、まあ、そういったセクター強いじゃないですか、最近。内需関連というか、円高関連銘柄って言ったらいいのかな、そこのくくりの銘柄が、マーケットをまあ支えてきてるから、だから日経平均上げてきてるんだけど、あとは、おっしゃる通り、半導体株ね、NVIDIA の決算、まあ、そこまでは神経質な展開続くと思うんですよね。だから、それがね、出終わってからだよね。メガネ拭きがどこ行ったっけな、まあ、ティッシュでも代わりに持ってる。上がってほしいよね、そこあたりは。はい。円高関連銘柄、地道に下げてきたので、一部利確しました。地味
味に下げてきたので、あ、地味にね、地味下げたっていうか、まあ、1% も下がってなかったじゃん。上がってる銘柄結構あったけどね。どうなんだろう。うん。スクリーン上がれって、ね、全部上がってほしいね。スクリーンだけじゃなくてね、半導体株全般的にね。そしたらね、日経平均ね、またその3万8000超えて3万9000、4万みたいな感じになってくる可能性もあるから、ただ、前から言ってる通り、PR17.5 倍の理論値まで、もし日経平均がまた上がるようならば、全部売る必要はないんだけども、念のためにキャッシュ比率を上げておくとか、余力をね、しっかりと確保しておくっていう作業は必ずやってこう。うん。一応ね、17.5 倍で下がってるからね、今回もね、2回ほど、日経平均に関しては。だからそこのラインまで行ったらね、さすがに少しね、キャッシュ増やして、今、キャッシュ比率を、キャッシュポジションは持ってた方がいいと思うんだよね。ある程度。うん。僕も引き上げる、そこまで上がるんやったら、とりあえず一旦引き上げとくか、みたいな感じで。短期値上がりのものを売ったりとかするかもしれへんし、まぁ、ちょっと様子見ながらなんだけど、もしバンドオフに発展するようならば、バンドオフ終了の際、まあ、それを見ていくっていう、そういった形かな。まぁ、一番の希望は、配当落ち後の動き。はい。そういう風に一応持ってはいるよ。マンボウさん、日本株含み益 2% プラス、デイトレで42万利確できました。おめでとうございます。42万の利益ナイスです。はい。ナイスです。あ、ちなみにメンバーさん明日、10時からメンバーライブするので、10時から、夜の10時で、はい、そのつもりで追ってください。よろしくお願いします。エモリさんが日経適正価格より5000くらい高いと言ってたよ。だから PR14 倍のラインじゃないの？そこあたりが平均値。平均値だもん、そこあたりが。適正価格でしょ？適正価格っていうのは要はその平均値なので、PR14 倍のラインです。はい。だから4、5000円高いって言ってるじゃないですか。うん。そうだよ。だからその過去の日経平均の値動き見ると、だいたい11から16のレンジ内で今回 17.5 倍でバーンって上がった。まあ、それでこんだけバーンって下がったんだけど、PR14 倍ぐらいは平均値なんで。はい。だから、一番居心地のいい水準が PR14 倍なの。中央値が、大体ね。で、そこから今、情報乖離して、15倍超えて16倍近辺まで行ってるわけじゃないですか。3万4千ぐらいが、要はその居心地のいい水準なんだけど、それが今3万8千なので、そこで適正価格が4千ぐらい、下っていう風に言ってるじゃん。4、5千ぐらい。うん。はい。ただし、その適正価格も決算によって、やっぱし、情報修正入ったり、下方修正入るので、一概にその一律、ここがっていう風には言い切れないけどね。この後の決算次第でまた適正価格変わってくるし、うん、9433、はい、を4520、うん、なるほど、20円で200株で持っています。信用マイナス 1.14 倍で改ざんが減少減っていて時期は良くなっています。売り時はバンドク終了待ちでしょうか。そうですね、バンドク終了待ちですね。バンドクの形成サイン出てるんだったら、で、こういった KDDI とか NTT とかって配当付き上がりやすいんですよ。そこ見ていこう。うん、まあとりあえずバンドク終了サイン見る、まあそれは間違いないですわ。はい。で、あとそのフィボナッチラインで言うならば、この要は下落前の高値安値のこのラインも意識、レッドゾーンが一応5138から5312に存在しているので、もしそこまで上がるようならば、その段階で、まあ、一部利益を吐き出しておくなり、してみるっていうのは一つやり方としてはありなのかなというふうに思いますけど。うん。で、ニューヨークダウが、200ドルぐらい上がってきてるのか、スタート。うん。上がってきてるね。で、S&P500 が 0.61% 上昇。で、ナスダックもプラス、いいね。ソックス指数も 1.5% 上げ、いいね。まあ、全部戻してるわけじゃないけど。何々。上田さん、もうちょっといい発言してくれたら株が上がれそうになるになって。いや、もう、これは、もう、日本人特有の、なんじゃないんですか？言いたくても言えないっていうか、周りの目を、視線を気にしなくちゃいけないっていうところで、なかなかね、大胆に言いたいこと言えないんだよ。上田さんも言いたいことはあるだろうけど、やりたいっていうかもう、で、こう、なんでこんな状況で、みたいなね。で、今日は国会に来たんだっけ？日本で、みたいな。こんな感じなんじゃないんですか？GV バイリスは、ちなみに下落上昇か。ということは、アメリカ株は今、バリュー株よりもグロース株の方が、ちょっと優勢で動いてる、今のところは。私としてはちょっと山なりになってるんだけどね。で、一番上がってるセクターが情報通信業で、一般消費財、あとエネルギーセクター上げ。で、一番上がってないセクターでも、生活必需品はもう高値圏内で推移してるし、日本騙しがひどかったってね。あ、でも今日日経平均結局上がったから良かったんじゃないの。中身も結構上がってる銘柄あったし、3% ぐらい上がってる3、4% 上がってる銘柄僕も持ってたし、デコボコあったけどね。でも比較的、はい、今日はいい日だったなっていう感じだったけどね。ニューヨークダウがどんどん上がってきてるよ。
な、ニューヨークダウが。いい感じやね。いい感じやね。パウエルさん登場しただけでドル円が動くって。うん、ドル円はね、145円の80銭台まで下がってんの。今、146円割れね、ドル円。でも、最近円高に対する感動度が、ついてきてるので、パウエルさん周りくどいって。何話してる、パウエルさん。ちょっと待ってよ。みんな、俺ライブ中だから、ライブ中だからあれなんだよ。調べるのに、結構こっち見てあっち見てしないといけないから、すごい大変なんだよ。みんな助けてお願いします、それ。ビクス急降下。ビクス数は下がってきてる。ドル円も146円の10銭台まで、要は少し切り返し、下引き伸ばしてきてるね。うん。However, the time has come for VC to adjust. うん。他は売り？ん？ニューヨークダウとか上がってるで。ソックス指数とか。9月売り下げ。まあ、それはもうあれだよ。はい。もう前から言われてることなので、そこに関してはびっくりないですね。うん。はい。そこに関してはもうないですね。9月利下げほぼ明言って。うん。それはね、当然予想通りでしょ。9月利下げに関しては。はい。9月利下げなんてもうスルーっていう風に言ってるんだから。マーケットでもそれはだいぶ入ってきてる情報なんで、その代わりニューヨークダウとか3、即死数とか 3% 上がってきてるけどね。どっちなんだ？ドル円の動きが怖いって。あ、ドル円はね、もう最近ね、円高に対して、感応度っていうか反応性薄まってるんで、そんなにビクビクはしてない最近は。円高だから株安っていう風な、感じではない。まあ、連動してるけどね、日中はね。うん。However, we don't seek or welcome future love market where my confidence has grown that inflation is on pass 2%. ああ、はい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 。そういう感じで。爆上げですねって。うん。ただし、円高も進行している。一気に。ドル円急落ですね。145円の80銭台。先物も順調ですねって。うん。先物も270円ぐらい CFD が上がってるよ。はい。政策を調整するときは来たって。うん、そうだね。うん。2% 向かうという自信があるでしょ。高まったでしょ。N 値計算で4万3000から4万4000あたり。ん？どういうこと？ N 値って。4万3000から4万4000。日経平均がってこと？いや、そこ PR17.5 倍ライン超えてるんで、PR17.5 はちょっとキャッシュ比率上げていくっていう形は言ってるけどね。うん。はい。インフレ率が 2% の軌道に乗るとの確信を強めたって、ありがとう。利下げを検討する時期とか、うん。そうなるだろうね、普通にね。はい。利下げを検討する時期とか、そういった発言が飛んでくるとは思います。このあたりに関しては、すでに出回ってる情報だから、特段サプライズはないよね。今のところね。サプライズはね。ただ、素直に円高に向かっちゃってる。うん。労働市場についてはこれ以上の冷え込み求める、求めも望みもしないと。そうですね。景気悪くなったらしゃあないもんね。まあ、労働のやつも、雇用統計も81、2万人ほど下方修正一応入れてはいるし、まあ、景気後退に陥ったらそもそものところしゃあないもんね。はい。てか、ドル円、日経先物が下がってきた。CFD が、さっき270円ぐらい上がってたんだけど、164円だから今。うん。パウエル FRB 議長、物価安定に向けてさらに前進する中で我々力強い労働市場を支えるために全力を尽くすつもりだと。うん、なるほどなるほど。9月利下げするなって。でももう9月はもうほぼするっていう風に言うてるじゃないですか。あとはその、最後の雇用統計と CPI の結果次第ではあるんだけど、うん。でも、米国株は、上がってるけどね。一応ね。まあ、2.56% 即死数上昇で、ニューヨークダウも300ドルぐらい上がってて、まあ、最高値トライに行くような形でいった、バンドオーク中、上昇方向に。はい。バンドオークではないか。上がってる。アメリカ株今のところ強いですけどね。はい。ニトリ買っとこうかなって。まあ、初動乗り遅れてるけどね。うん。一応ね、僕の中では、鬼門は9月だとは思ってるので、鬼門は、そこなんだよね。いや、9月配当付きぐらい、配当取りのところあたりぐらいまでは、比較的、顕著に動くんじゃないかなって思いながらやってるけど、うん。配当落ちはちょっと心配なんだけどね。2018年とそっくりならば。はい。本さん予想通りの発言な気がするけど、怖いと思っていた人が買い戻ししてるのかなって。まあ、一旦利益確定の売りが昨日出てたからね、アメリカ株で。アメリカ市場。だからそれが一旦そのポジション外したお金がまた戻ってきてたりするのかな。ソックス指数 3%。まあ、今晩上げてほしい。昨日だってさ、3% 以上下がってるじゃん、ソックス指数が。まだ全然戻しじゃないもんね。うん。はい。大好きペンギンさん、パウエル G の英語比較的聞きやすいのは助かりますねって。まあ、ああいう人はね、国内だけじゃなくて、対外的にも発信するので、まあ、丁寧に話しますよね。英語とか。英語をね。うん。英語をね。国内だけじゃないっていうのは分かってるからね。注目されてるのは。はい。安心感。そうだね。念のため返事かけた人が外して上がってるのかって。うん。そう。
ビックス今定格賞なんですけど、あのビックスが17オーバーぐらいまでさっきまで上がってたじゃないですか。今 16.25 なんだけど、あのビックスが上がってたってことは、あの下落に備えてヘッジをかけてた人がいたってことわけでしょ。だからそれがちょっと今あの外れてるような形ですよね。でニューヨークダウが上げてると、はい。でヘッジが外れて上がりました。外れた後は上がり続けるかどうかってとこですよね。やっぱあったからね、過去にもね。要はその一旦ヘッジかかっ、あの、外れてから上がったんだけど、それは短期的なリバウンドで翌日以降下げていくと。うん。だから、あの、この1日2日だよね、重要なのがね。今日、明日と、あの、いや、もし上がってくるとするなら、連日上がってくるのかどうか、単日だけじゃなくて、過去あったからね、はい。一旦そのヘッジを外した分だけ戻って、その後下がっていくっていうパターンが、はい。過去、やっぱしあの、ちらほらあったんで、だからまあ、あと、今日明日、明後日、まあ、2、3日ぐらいね、あの、安定的にこう、上がっていくようならば、まあ、一安心、勝機来たぜって感じだよね。勝機来たぜって。俺、勝ち申したってまた言いたいけどね。日経平均ぶっ飛んで上がって。はい。配当投げ回避は上田さんの腕次第？配当投げ回避はあって。まあ、でも、そうだね。下がってほしくないけど、一応警戒してるんだよね。警戒はしとく。みんなもしとこ。まあ、その、家庭にもよるけどね。即死数が 3.15% 上げ？半導体かも何か上げてんだろ、今。NVIDIA 4% 上昇。まあ、でもこれ、今朝まで小当たりだろ。うん。で、ARM が 3.73% 上がってるので、さっき言った通りゴールデンクロス形成で、ソフトバンクグループが明日、ちょっと上げやすくなるかもしれないね。っていうところかな。で、アドバンストマイクロデバイス AMD が 2.37% 上げ、台湾セミコンダクターも 3.83% 上昇、主力銘柄、ガーファムはどうなの？ Amazon 1.4% 上げですね。はい。チャンネル登録者数が増えてきたね、少しずつ。ありがとうございます。ありがとうございます。励みになります、すごい。頑張って配信してっからね。うん、株の配信者の中では、多分うちのチャンネルがトップだと思うので、よかったらご参考にしておいていただけたら嬉しいです。17超えると売りフラグっぽくなる、ヌルポ大帝さんそうなんですよ。だから、日経平均 PR17.5 倍の理論株価まで上がった段階で、日経平均がまた頭取って下がってこないかどうかってところを警戒してみなくちゃいけないから、そこの道筋だけはね、やっぱし忘れないでほしい。だから次4万2000円だよね。4万2000円。今日の日経平均の理論株価まだ出てない、見てないんだけど、だいたい4万2000円ぐらいに PR17.5 倍の理論値があるんですよ。で、今年は17.5 倍に PR 上がってから日経平均は下落っていう基調が続いてるので、はい。なので、そこにタッチした段階で、キャッシュ比率であったり、信用維持率の管理をちょっとしていこうよっていう風にみんなとはちょっと今、一応念のために話してるけどね。井上さん、間に合ったっていらっしゃい。今日は、パウエルさんの発言が、はい、飛んできてるので、そこでちょっと米国株が上がってきてます。勝ち申したか？どうだろう？皆さん。今日は騙しじゃないよね。重要イベント通過してるんで、今。まだパウエルさん発言途中でしょ？これからなんか質疑応答とか入るのかな？そこでなんか変な発言とかが最初出なければ、のもんなんだけどね。ニューヨークダウ400ドル高だよ。最高値更新？マジか。あと少しか。終わりにベースで最高値更新とかあり得るかもしれないね。うん。本さん、9249人も見てるのに、1550いいねは割安、みんないいね押そうねって。ほんまやね、みんなチャンネル登録と高評価ボタンこのタイミングで押しててもらえるとすごいありがたいし、励みになるので、よろしくお願いします。トピックス関連銘柄も引き続き上げてほしいですねって。そうですね。でも、高配当銘柄は、まあ、照準は9月なんで、はい。配当月、配当取りに向かってね、こう、順調に切り上げてきてくれたら嬉しいなっていう感じですけどね。だからね、やっぱり高配当銘柄っていうのは、8月の安いところで仕込まないといけないんですよ。言うときますよ。9200人の方いるので、もう見ていただいてるので、今ですね、ちょうど。もう一回言っとくんですけど、配当月に高配当銘柄を買う。遅いですから。その前の月ぐらいから買っていくんですよ。安い時を。安いところ。3月配当ならば、2月の安いところを拾う。9月配当ならば、8月の安いところを買う。はい。で、翌月の配当月に向かって、ポジションを事前に形成していく。配当月に高配当銘柄を買う。これ、普通だからね。まあ、普通にいいんだけど、安くなってれば。でも、その前の月に、やっぱし安いところがないかってところを探していくっていうのが基本の戦略です。はい。なので、今月安いところで買えてるかどうかってところが、来月に向けての種まきだよね。で、来月、今月前の種が来月、もっとこう大きく花開いてくれれば、やっぱり狙い通りっていう形になるので、それを期待してるんですけどね。はい。パウエルさんのスピーチ終わりましたって、終わった？パウエルさんのスピーチ。ということは、質疑応答？スピーチが終わったんだったら、その次質疑応答でしょ？講演終わったって全部おしまい？
失業ともなし。はい。で、ニューヨークダウが、ドル円とか見よっか。ドル円はね、145円の30銭台ですね。先物 ?179、200円高で今、CFD が。で、ニューヨークダウは 0.8% 上昇、S&P500 は 0.9% 上げ、トップ指数さっき 3% 超えてたけれども、上昇幅が 2.6% かな?はい。そういった形で動いてるね。ないっぽい。ないのか。サンク CC さん、サプライズってほどのことはなかった。うん。今まで、もう市場に出てた内容を、言ったような形でしたね。はい。もうすでにみんなが、もう何回も聞いてるよ、そんな他の人から、みたいな。そういった内容がなぞられて、パウエルさんの口から改めて公表されたような形で一旦終わってます。なので、サプライズはなしですね。今回の中身で言うと。はい。だから9月利下げ論ってところが濃厚だよねっていうのが再度確認されてっていう状況だと思います。はい。そんな感じですね。あ、ニューヨークダウ上がってきてんじゃん。391ドル高。いい感じだね。いい感じだね。はい。今日午後上げ直したのは上田審議物価発表。うん、それもあるっていうふうに出てるね。はい。S&P500 は今夜に最高値更新するかしらって、してほしいっすね。なんかそういった勢いでニューヨークダウとか上がってるけどね。S&P500 はどうなんだろう。1.2% 高です。はい。1.22% 上昇で、即時数も 3.26% 上がってる。まあドル円だけは超弱いけどね。145円40銭だけど。本さん、米国の TikTok 禁止法どうなったんだろうって、あれは、結局のところ、中国潰し、C 国潰したんで、はい。C 国のGDP 成長率が今は落ちてるけども、過去は 6%、7% とかそんな勢いで上がってきたわけじゃないですか。アメリカを抜こうとしたわけですよ。で、アメリカのトップ企業はやっぱし SNS であったりとか、もしくはなんだ?アマゾンであったりとかさ、はい、マイクロソフトであったり、そういったハイテク系なわけでしょ?そこが伸びてもらったら困るんですよ。だから、規制とかかけて、半導体であったりとか、対中貿易規制の強化であったりとか、自分たちの優位性を流出しないように、米国は止めてるわけじゃないですか。日本もそうだったじゃん。1980年だったっけ?プラザ合意の時も。あの時日本は、高度経済成長でイケイケどんどんで、ものすごい勢いで成長してきた。為替も今の水準とは全く違ってもっと円安で350円ぐらいまでいってたんでしょ。でめちゃめちゃ潤ってたわけじゃん。それを脅威に感じたから一気にもうこの円安はやめろって言ってからさ、プラザ合意で円高一気にバーンってやって日本潰しに来たんでしょ。もうずーっとアメリカはそうなんで、はい、ずーっとアメリカはそうなんで、だから意図するところっていうか裏で何を考えてるのかと思った方がいいですよ。結局ね、TikTok どうのこうのじゃないですよ。今C 国を目の敵にしてるのは GDP の成長率でアメリカを抜きそうになったんで、それを潰したいんですよ。何度も繰り返してきてることなんで、そこに関してはこれはね、ニュースとか見てた方がいいですね。はい、もちろん問題はあるけれども、はい、問題があるとかもあるとは思うよ。社会主義なんだから。だけども、僕は中国の、友達とかも多いし、悪い印象ないか、別に。海外に友達いっぱいいるから。はい。なので、そこはね、アメリカの方とかも、さすがにその情報抜かれるかもしれない。なので、政治、まあ、要するに高官ですよね。ああいったその上級国、日本でいうところの上級国民の情報抜かれたら困るから、機密情報とか。だから、そういうところは、まあ、規制っていうのはわかるけれども、一般的な僕たちが抜かれて困る情報は何なのか、まあ、カードの決済情報とかでも、そんなのってまだちょっとどうなのかなと思ったりするんですよね。はい。まあ、そこあたりは、ですわ。とりあえず TikTok 云々は、まあ、度外視して、GDP のところだけ覚えておいてほしい。とりあえずは。要は GDP の成長率がアメリカ上回りそうだ、抜けそうだ時に、毎回アメリカやっぱし叩き潰しに来たっていうのがやっぱしあるから、はい。そこだよね。皆さん、11時30分になりましたので、終わろっか、ライブ配信。なんかいい感じでね、着地してほしいね。今日こそは。昨日は、肩透かし食らってしまったので、はい。ソックス指数も 3% ぐらい上がってきてるし、まあ、ドル円は下がってるけども、日経先物今は一応200円上がってるでしょ?で、明日の14時に出します、動画をまた。お昼の2時にですね。今週1週間のまとめ動画を出すので、そこで、また重要な資料を使ってから解説とかするから、そこは皆さんよかったら、投稿してから10分以内に見ておいてもらえるとありがたいので、ご協力お願いします。これは本当に皆さんに
りご協力いただかないといけないところなんで、チャンネルをもっともっと伸ばして、いろんな人に、要はその知ってほしいんですよ、存在を。はい。やっぱモカとしいからね、いろんな人にね、正しい情報を提供したいな、っていうふうに思ってるから、そのためにも、やっぱし視聴率、初動ね、伸びてもらった方が、リーチって行きやすいって、おすすめに乗りやすいんですよ。なので、そこあたりは、皆さん、公開されたら、どん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 、見とってもらえたら嬉しいな、っていうふうには思います。はい。で、メンバーさんは明日の夜の10時からメンバーライブをいつも通りするので、そのつもりで準備しとってください。明日の晩10時ですね。よろしくお願いします。で、もしかすると、お昼ぐらいライブ配信とかを、ちょっとまた試しにする可能性があるので、TikTok の方で、その時はまた X で連絡しますわ。はい。という感じです。というわけで皆さんお疲れ様でした。撤収！